に思いを馳せるそれはどこかふるさとを思う気持ちに似ています楽しかったあの日涙を浮かべたあの時そして大切な人の笑顔懐かしくも鮮やかな記憶は未来へ向けて歩む私たちの心の糧さあ 昭和を紐解く旅に出かけましょうサンスター文化の泉ラジオで語る昭和の話この番組はサンスターの提供でお送りしますご機嫌いかがですか宮崎よし子です石澤則夫です、えー、宮崎さんカレンダーを9月に入りましたはい。えー、まあこの夏も何かとコロナに惑わされて そして気温や大雨といった気象にもね、本当にこう惑わされる夏でしたね。学生の皆さんにとってはね、ああもう夏終わりだっていうね、若干の大学によって夏休みの時期は違うかもしれませんけれども、それとやはりあのお子さんがいらっしゃるお宅ではね、またお弁当作り大変ですね。うん、本当。まあしかしどこか心が緩められない日々は。 まだまだ続いていくような気がしますね。そうですね。うん、通常ですとそろそろ高楽の秋なんて言葉がね、コロナが出てくる前はありましたよね。そうですね。高、えー、楽の秋どこ行こうかな。うんうん、でそのどこ行こうかなという,うことで言うと、はい、昭和のそういうその姿で言うと必ず首からカメラを下げるという。<laughs> そ,うそうでした、そうでした。ましたよね。はい。うん、お父さんはみんな下げてましたよ。ね。まあ今は昔に比べるとそのカメラ いう形で持つよりももう皆さんほら携帯で,でうそうなんです。もうみんなスマホで簡単に写真撮っちゃうんですよね。ねうん、また綺麗に撮れる。そうそうなんですよね。まあそういう形でこう時代とともに、えー、風景景色心に残るものを撮るというその姿形は変わってきましたけれども今回はですね、はい、写真は写真でも水中写真の お話、そのレジェンドの方をゲストにお迎えしようと思っています、はい、水中写真家中村育夫がファインダー越しに見た昭和と題して日本を代表する水中写真家中村育夫さんがカメラのファインダーから見た昭和という時代についていろいろとお話を伺っていこうと思います私は久しぶりにお目にかかるので本当に楽しみです、うん、はい。最後までどうぞお付き合いください今日のテーマは 水中写真家中村郁夫がファインダー越しに見た昭和。はい、ではゲストをご紹介しましょう。水中写真家の中村郁夫さんです。どうぞよろしく。よろしくお願いします。ますもう長いお付き合いでしょう、<laughs> 宮崎さんと。そうですね。あのよしこさんからいただいたあの秋田のマネーワッパはい。うん、<laughs> 使わせてもらってます。もう嬉しい。光栄です。<laughs> 本当に。私はまだあの新米ダイバーの頃に、うん、<laughs> あの。<laughs> いろいろ教えていただいたのが1988年でした、えー、何年前ですかうう、ね、そうですね数えない方がいいかもしれない <laughs> まずは中村郁夫さんのプロフィールをご紹介いたしましょう、はい、中村郁夫さんは昭和20年の生まれ秋田県のご出身です19歳の時に神奈川県の真鶴岬で水中写真の撮影を独学で始められました昭和52年東京湾に初めて潜り ヘドロの海でたくましく生きる生き物に感動その後東京湾だけでなく水俣湾、伊佐早湾など環境問題が叫ばれるところをはじめ半世紀以上にわたって各地の海を撮り続けていらっしゃいます第13回木村伊平写真賞第26回土門賢賞2007年度の日本写真協会年度賞など数々の賞を受賞されています まさに日本を代表する水中写真家としてご活躍されています高校卒業後に東京に出られてで大手家電量販店に入社されるということですけど十八歳で上京されるすそうですね石丸電機に入ったんですそれでそこで寮生活やってました寮はどこにあったんですか秋葉原にありましたあともうあと途中からのわらび埼玉県のわらび市になりましたけどね そこから通ってましたでも、えー、中村さんがそうやって上京された頃というのは、はい、日本はあちょうど高度経済成長の真っただ中ですよね。で秋葉原でまずは仕事がスタートして、はい、そうですね <laughs> ただねなんか、うん、あの人間関係で僕はなかなか田舎育ちであのなんか。 うち勉強なもんですからなあうまくいかなくてですねいやこのまま僕は勤まるから長いこと無理だなと思ってこれはちょっとすぐでもうあのもう10年勤めちゃったらもうチャンスの逃しちゃうと思って30過ぎちゃったらなかなか転職も難しいんじゃないかなと思ったもんですからだったらば転機は今しかないなと思ってもう19の時にもう辞表を出しちゃったんですよね。 決断がすごく早くてそういうこと <laughs> う、ね、ただそれはいいけど住むところがないということで慌てて新聞広告であのすぐでも今でも住む住み込みはないかと思って探したら酒屋さんが募集していたんですよ<ー>男手が欲しいということでそこで面接に行ってその日からもう泊まり込んで酒屋さんを始めましたね。酒屋さんを始めましたと言っても 結構な肉体労働じゃないですかまああの御用聞きとかね、えー、あのいろいろ勉強させてもらいましたね御用聞きでは。まあ1週間、えー、1週間ごとにいろいろいろなところの地区もあるんですけども、うんうん、1>, 1週間前はあんなにご機嫌の良かった奥様が「今日はいらない!」<laughs> って奥の方で叫ぶだけ、うん、<laughs> あ 多分ご主人と喧嘩したんじゃないかな <laughs> これは触らぬ紙にただいなしてこれはさっさと書いた方がいいなっていう感じただ1秒一分1秒でも長く会話した方が奥様があ,あれ忘れてたって思い出してくれるんですよ<ー>それがやっぱり営業のコツなんですよね、うん、だからそうやってできるだけこう時間をかけていろいろこう思い出してもらうために雑談しながらってねそういう営業力っていうのがね、うん やっぱり身につきましたよ。あ,あとはともそれはとても役に。そうなんですよ。<laughs> ただあのー、なんていうか中区二十歳の若造が、ね、あのー、ご用機器でね、うん、自転車に乗って空き瓶回収があったんです昔はね、うん、それからなか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 の音立てながら、うん、あの走ってると路地で若者とすれ違うんですよ、うん、ビシッとスーツ着てネクタイ締めて、うん、かっこいいわけですよ。 それを見て俺は同じ年なのに何やってるのか俺って将来何,をな何やるんだろうって一生酒屋さんやる気はなかったんだけどもまあそういうなんか天気がいつか来ると思って<ー>何やるんだろうね自分はねと思ってただ将来の自分は今の自分がきちんとしてなきゃダメなんだよ、うん、それがねそのままね将来にも、うん、もう受け継がれていって、はい、若い頃の自分が えー、家庭が将来現れるんだよとだから若い自分は、うん、今のうちにしっかりと目標を立てて,て、うん、真面目に頑張らなくちゃいけないなっていう気持ちだけはありましたしっかりとした19歳でい,、ね、<laughs> いやいや,いや <laughs> 本当に、うん、だからおばあちゃんにそのうち「この店あんたに譲る」って言われてび、うん、っくりしたんだけどもでも将来もうねその頃水中写真というものに出会ってしまってあらあ どどどこでどんな風に出会うんですか。酒、うん、<の>屋さん。十日に一遍の休みなんだけど、えーえー、その時は電車に乗って。はい、神奈川県の真鶴という海岸によく行きました。まあえー、綺麗な海で。うん、そこで、あの。えっ、ー、と海水浴みたいな感じで。遊んでました。うんうん、で、そこであの、僕の目の前に。 本病を背負った反魚人のような人が3人ポロポロと現れてびっくり仰天して海に潜るる人がいるなんんて知りまませででしたからそれまでだからもうやつげぎ早に質問している自分がいたんですね何やってんだべかって言ってカメラみたいなものを首から下がってるから「水っこ入んねえっすか?」って言ってあ「ああこれでちゃんと防水だから入んないんだよ」って。 で撮ってどうするんですか?」って言ったら「うん出版社で買ってくれるんだよ」って「うん、ええ!」と思ってですね <laughs> びっくりしましたね。うん、その時体がねやっぱりりかななななわなわわなと震えてるんですよ自分の体が、うん、ということは何でこんなに興奮してんだ目が、うん、ひょっとしたら自分はこれをやりたいのかなと思ったのでおばあちゃんにその話を、ね、譲るって話をいただく前に おばあちゃん俺ちょっとお金をねあの下ろしたいんだけども毎月1万5千円の給料をおばあちゃんに全部預けてたんです、うん、そしたら15万円ぐらいになってました、えーえー、それでもうカメラさえ行ってその水中カメラのちっちゃいやつを買ってあとスポーツ店に行ってウェットスーツとか、うんうん、リュックとか買ってボンビまではとても買えないからですもぐりの道具を買って。はいはい このマナーズルに休みになると通い始めたんですんその頃におばあちゃんにこの店にるって言われたので「うん、いやおばあちゃんちょっと」と思って「うん、あの僕やりたいことが見つかったので、うんえー、他の若い衆を探してもらえませんか?うん」ということでお願いして、うん、それで僕は酒井さんを辞めるんですよ。 いやでも一ついいですか <laughs> その出会ってしまった水中写真ですけれどそれが将来そ,のそれで食べていけるかどうかは保証は全くないですよね。<laughs> そここが僕の無謀なところなとろんですねきっと <laughs> だってあのカメラを手にするそのきちっとね仕事として手にするのも初めてでしょうしましてや水中カメラ初めてなわけでしょ。それでせっかく片方には <laughs> おばあちゃんがあんたに店を譲るからという確かな安定した生活があるのにそれを蹴っていったというのはだってまた二十歳そこそこですかそうですね二十一ぐらいだったかな結構あの今お話を伺っててもちょっと中村さん無謀じゃないと思うけどかなりですね成年実業家って言ったらかっこいいですけそうですねうまい いやでもそ,、うん、それほどとにかくもうこれだって出会いが確かなものがあったわけですもんね,んで,ねでもそれもねきょや親にも誰にも相談しないで<あら> <laughs> 親や兄弟からは「趣味と実益がかなうわけねえだろ」バカきーってよく言われましたよババ<え>バカバカバカ野郎ですよ。うん わかります。<laughs> うん、そう言いたくなる気持ちは心配なんですよね。でもね、うん、相当しっかりとしたおばあちゃんこですね。これは。<laughs> おばあちゃんこそんなにしっかりはしてないと思う,思うんですけど、<laughs> 自分のことを思うとですね。<laughs> えー、でもこの後じっくり伺いますがどうでしょう。そうやってあの自分が大切にね働いて食べたお金で買って、はいはい、えー、手にしたその水中カメラで見た海の中はどうでした。はい、海の中はすごくあのー、なんか神秘的でした。だけど。 映、えー、しても映しても映りませんでしたなぜかというと、うん、潜れないまず、うんあのー、泳ぎも達者じゃないプールもなかったですから、うん、子供の頃はね、うん、飽きたにはないんですよほとんどね、うん、ですから泳ぎを教えてくれる人もいないのでいま、うん、だにね大人になっても息継ぎがうまくできないから体が沈む一方ですその辺をこの後じっくりと伺うと思います、はい ええー、今日は水中写真家の中村郁夫さんにお話を伺っております。今日のテーマは水中写真家中村郁夫がファインダー越しに見た昭和。ゲストは水中写真家の中村郁夫さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、先ほどのお話でね、えー、水中の海の中では暗い、うまく撮れない。これど、えー、どういうことなんですか。あのー、泳げない、うん、あまり泳ぎは達者じゃない、うん、それから。 ほとんど潜れないダイビングももう技術的にもうただシノーキルの使い方もやっと覚えたぐらいで水面に浮いたまま下だけは見ていられるとシノーキルを書いてそうすると肉眼では見えるけれどもそれをがむしゃらに上からパシ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 取ってるんですよ。の だからそれを写真屋さんに持っていくと「うん、あー残念だね」って一 <laughs> 枚も写ってないよ」<laughs> うん、ある時ね「よし今日は3も潜ってみよう」と思ってっもう一生懸命頑張りました、うん、それで岩にしがみついたんです、うん、でおれ三メートルぐらいまで来たかなと思って上を見上げたら水面がはるか遠くに見,、うん、見えるんですね。うんうんうん わ、こんなに深くいった、来たのかと。そこをね、小魚が一匹スーっと通っていったんですよ。あ、魚だわと思って、パチッと撮ったのね。それで、写真屋さん持って行ったら、中村君、一枚だけ写ってたよ。え、どの写真ですかったら。なんかね、魚が一匹ね、ポツンと写ってるって。それ、嬉しかったですね。あとは、マッシュですよ。その時に、初めてね。光と影とか。いう。 ことが分かってきたんですよ要するにあの十分な明るさじゃなければフィルムは写し込めない、うん、だシャッターと絞りの関係というのは写真の本ではねあの、うん、知ってたんだけども、うん、じ実際にはなかなかこう分かんなくてどうしたらいいのか。さんん全くの独学なんですか <laughs> ですあの当時は新宿駅とか渋谷駅を 駅前で石ころを蹴飛ばすと、うん、カメラマンの卵かデザイナーの卵に当たるって言われるぐらい <laughs> その道を志すす人が多かったんですよ<ー>でも僕は学校行ってなかったので、うん、だったら自分はまず誰もやってない水の中から挑戦して、うんうん、でやがて水の中は当然のことながら陸上の写真もきっちり撮れるようにならなければ水の海の中だけじゃダメだと。うんうん 海を伝えるには陸の写真も必要だろうということで、うん、どんどん徐々に上へ上がってくればいいかなというふうに思ってました。在在、うん、<laughs> もう道のりは遠かったですよ。すね、本当に映ってなかったから。カメラも初めてだし、えー、ダイビングですよねまずね。そうですねいやそこもそれはでも独学というわけには。まあ、ただあのー、素潜りだけではね僕。 限界があるなと思って、自分潜れないから、ーで,、ねうん、でボンベをつければ、そこそこじっと海底でしてられるよって言われたんですね。うん、それであの神田の駅前で、うん、あの三メートルのプールのあるスポーツ店がありましたんで。えー、そこで、あのちょっと教えてくださいって言って。うん、で、おお、中村君は素潜り長いからか、あのボンベを背負っても、すぐにできるねって言われたりして。うんうん でもライセンスはもらえなかったんだけども、うん、そこで1日2日で訓練して、うん、それからあのまたボンベをショップで借りて、うん、単独でマナ真ルに潜ったりしましたでもここで大パニックになりました、うん、水深1 0ルぐらいまで潜って一人なんだけども、うん、何気なく振り返ったんです、うん、下は砂地だったんだけども僕の足元にウツボがトムロを巻いてガーッ 口開けて僕を威嚇してるんです。うんうん、あれ見た瞬間もうパニックになっちゃって、うん、もうやばいと思って、だあっと上がろうと思ったけども、うんうん、上がってるのか下がってるのかわかんないんですよね。えというのは？浮上してるのか、もうめ回転してるから。あ,<ー>あ回転してしまった。回転が全部回転してるんです。だから自分が浮上してるのか逆に潜ってるのかよくわかんなくて、それだけねおそらくあの時何分くらいかかったかな。うん やっとことであの水面に顔を出した時は、まあ、おそらく顔面蒼白だったんじゃないかと思いますけども。中村さんにそんな経験が多いだったなんていやいやだからね鉄則なんですね二人以上で飲みなくちゃいけないっていうのがねそういう鉄則があるわけですねはいでも今思えば、うん、うつぼの頭を撫でることもあるし喉元を撫でることもあります、ねうん、うつぼはたまたまね、うん 僕が近づいていったからそれ以上来ないでねって言って威嚇してるだけで<ー>何もしてく<あ>しないですそうですかで中村さんがそんなね、はい、経験をされてお届けでした四44年にダイビング雑誌の会社に認識されるんですねそうですねモノクロでガンガンと、うん、取り始めてようやく映るようになってきたので、うんうん、それでちょうどあの募集してたもんですから、ええ、ダイビング雑誌が創刊し 1> 1号目出しししたたに僕は入社しました、まあ、それで、えー、と写真部に入って、ええ、すぐにあのほとんどんモノクロの仕事が多かったんですけども、うん、いろんなあのスポーツ大会だとか水中のスポーツ大会とかね、うん、あ,のあと、うんえー、いろんなリゾート地に潜ったりグラビアを組んだりししてました、うん、当時はどうなんですかそういったそのダイビングのできるカメラマンというのは。 本当少なかったんですよね。まだまだそんないなかった。本当あのー。数えても。五人ぐらいじゃない<あ>な、ね、でしょうか。まあ、うん、だってダイビング自体がもうほとんどブームじゃなかったですから。でもその後そのえっ、ー、と雑誌記者から独立するきっかけがあった、ね。あ、そうなんですね。あのー、当時。僕としては。その雑誌に。 あのジャーナリスティックな写真も載せたたかったんですよね、うんうん、その時にある事件があってで、あの新聞社から記者として「すぐ来てくれ」って言われて、うん、撮影に来てくれという大事件があったんです。あの1か6人行方不明事件というのがありましてこれ、うん、はあの奥多摩港に車が沈んだらしいと、うん、ナンバーを取ればいいわけですよ取材班としては。はいはい ナンバーを取れば間違いないなとこで車が引き上げられる、うん、その中に6人のご遺体がね、はい、眠ってるということが分かるんだけどもその撮影に来てくれと言われたんですよね。うん、でいやあの僕はあの取材班の中では、まあ、新聞社の方たち皆さん潜る方もいらっしゃるけどもほとんどが事件報道で地上の仕事ですよね。うんうん 多分この一番潜,潜ってるのは僕だなと思っていたんですけどもその僕が2回潜ってあの1回は見つけたんだけども一緒に潜った記者の方が見失っってしまったんですすよ<ー>初心者だったんででもね創作の,のために怒りを投げて沼の底を引っかき回してるので味噌汁のような感じなんです。 深さも18メートルありましたそこで僕が最初に 2>,、うん、2人で潜った時に車のタイヤに触ってんですよ、うん、間違いないとタイヤだと。ですよ、うん、で一生懸命探してよく見つけた時にはもう潜ろうとしてたんで「うん、これは事故起こす」って言って「上がろう」って言って上がったんです。うん、でもう一回命綱をつけ直して潜った時はもう見当たらなかった車が。うん で見つかったとしても絶対写真は写らないと思ってそれでやめようって言って事故を起こすだけだうん、うん、とやめたんだけども他の新聞社のとかテレビ局の方がガン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 潜る、うん、で,もでも皆さん撮れてないうん、うん、撮れないしはあれはねでもそのうち、あのー、夕方になって、うん、捜索がもう今日は終了だっていうはい、はい、この見計らって。 僕が一人でで潜ったんですよ、うん、それで「あげろあげろ!」って警察の本部は叫んだらしいけどももう潜っちゃったものが勝ちで誰ももう探しに来れないの、うん、僕のことは。それでもう命綱掴んでスーッと潜っていってそれで車の上に真真上にに降り,降り立つんですようだけどゴロ,ゴロ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 してるから車がひっくり返ってるってことは分かったんですけど。うん ナンバープレートまではなかなか手が伸びないっていうか、うん、真っ暗ですから、うん、ライトつけたらいいじゃないかってなななおさら見えなくなるんですだからあの命綱を左手に持って、うん、右手にカメラを持って手そのカメラを持って手でグーッと伸ばすんだけどもやっとつるっとしたナンバーを見つけ、うん、触って、うん、それが。 ナンバーの途中でなくなるからあこれ端っこだなって元に戻ればいいやって,て戻ったらナンバーを見つけちゃったんだけど、えー、そこで何とかナンバーを見つけたけども手も命綱も離せないっていうことでしばらく自分でいろいろ考えちゃった、うん、でこのままじゃ一切取れないからと思って思い切って切って左手を離してでナンバーと向き合うんですね。うん、向き合って ライトってらすけど何バひっくり返ってるんですよね。<ー>一番大きな四八二例の四っていう字が出てこないライトつけても引<ー>っ張るくらライトつけてもでやがてボワッと四っていう字が浮かんでくるんです。でちょっとずらすとこのまた八がずっとやがて浮かんでくるっていうん、で一回見直して間違いないってもう一回見直したんです。その時に腰が抜けちゃってみたいで バンパーの上に、うつ伏せなったまま意識なくなっちゃうんですよね。まあ。どれぐらいの時間かわかんないけども。ふわっと俺に帰って。俺、何してんだろう、自分がと思って。写真撮らなきゃと思って。それで、三枚だけ写真撮ったんですよね。それが。写ってたんですよ。あれがね、スクープになっちゃうんですけどね。その一枚が。それで。 あの他の新聞社も皆さんもこう認めてくれるようになってたんですよね、えー。じゃあ、えー、と奥多摩こって言うと「あ中村行こう」って言ってくれるようになっちゃってそれで僕のところに他の新聞社からいろいろ仕事が来るようになっちゃったんですね。うそうするとスタッフカメラマンとしては非常にやりにくくなっていくんですよ。ななんでお前だけがなっちゃう あるスポーツ新聞が1週間の大連載を1ページくれたんですよ、うん、それでもね僕はちょっとそれやりたいけどもね、うん、うちのボスがね納得しないと思いますってでねいや俺が説明に行くって言ってで説明に来てくれたんですね、うん、そしたら、あのーあ「うちには他のカメラマンもいるからね」とかずっと言ってる時にうちの社としては。 あの中村彦しかか知りませんからだから「中村以降に依頼するんです」とって「いいですね」ってってパッと書いちゃったんですよ。それで僕は一週間やりましたけどもそういうことが重なるとなかなかねやっぱりうんいらくなりますよねで毎年のように今年はね独立したいと思ってたのがやっぱり気が来たかなと思ってそれであの国民金融公庫にお金を借りに行くんですね。<laughs> <laughs> そしたら言われましたやっぱり床屋さんとかね商店並らみ屋さんとかそういうところに融資するんであってカメラマンが独立するからっていうことは今まで全く例がないのでダメですよそうだろうなと思ってでもね諦めないで、うん、今までの、うん、掲載紙とかいろいろ持って、うんまあ、再び訪れました、うん、そしたら同じ方がいらっしゃって、うん、出てきてくれて。うん 「あのこの前も言ったけどね」って言って <laughs> ところで「どんな仕事を撮影してきたんですか?」って聞いてきたもんですから「これですけど」ってお見せしたら、うん「この6人のこの事故はあなたが撮っ中村さん撮ったんですか?」って「知ってますよこれ大変な事故でしたよね、うん、事件でしたね」とかおっしゃってくれて、うん「ちょっとお待ちください」って奥に引っ込んで最初200万貸してくださいって言ったのが。 新規だからって言ってやっぱりそれさえあれば十分ですって言って、うん、僕はねありがとうございますって感じでそれで会社に辞表その場で出したんですけど目的意識をしっかりお持ちになってねで,ねであの数年ごとにこうしなきゃ、うん、こうするためにはこうするんだっていう,そ,うそれが形になってますよね。 あの大井町に品川の大井町に僕独立したっていうか酒屋さん辞めてからね住んでたんだけども写真屋さん大井町のご夫婦がいつもね心配してくれたの「今日もつらなかったね」子供言葉もそうだね。ところがあれから40年ぐらい経って東京都写真美術館っていうところで企画展を依頼されて1か月間 写真展やったことなんですよ、うん、その時にねひとつきも出したので、うん、一生懸命サインしてたらまんまに立ったお二人が、うん、あのご夫婦がいらしてて「えー、で中村くん覚えてる?」っていうのね「えー、えっ?」って見たら「大井町の写真屋だよ」っていうわれてここねって言われて、えー 驚かれてましたけども、も、えー、いやうもう一番驚いてますよって,言って <laughs>、ね、いやそれもこれもやっぱり前向きな中村さんが呼び込んだ人の関係ですよね,すねさあお話さらに続きますがここで一曲で参りましょう、えー、中村育夫さんが独立された昭和51年その時のヒット曲ですね、はい、新井由美さんあの日に帰りたい今日のテーマは水中写真家中村育夫がファインダー越しに見た昭和 水中写真家の中村郁夫さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。さあ、中村さんの出版社を辞めて独立されました。はい、その後はもうすぐにこの水中写真の仕事に集中できたんですか。いや、あのー、やめたんですけども、はいえー。それまでに撮ったフィルムっていうのは全部プロダクションに置いてきてるもんですから。はい、自分としては一枚もないんです。<ー>だから営業に歩けないんですね。うん。うんうん ただ辞めたっていうこともあの退社してから挨拶に行きましたので、うんえー、じゃあ,あの、うん、次何かあったら企画、うん、考えてくださいっていうぐらいしか言えなくて、うん、だから仕事が入るまでお,お声がかかるまで何もできないわけですよね。うん、それで食っとい,い,い,いうことでちょうど募集していたあの卒業アルバムの会社がありまして。 そこであの小中高校大学までの<ー>、えー、いろんな行事を撮影してくれと、えーえー、でもこれは僕としては腕をねちゃんとこう磨くいいチャンスだなというかあの陸上の写真ですから全部、うん、水中と変わらずにね、うん、あのとにかくカメラに触ってなきゃいけないと思ったもんですから、うん、それは嬉しかったですね。 いやでもそんな中で、うん、あの東京湾との出会いがあるわけですねそうですねちょうど、まあ、時間もあるし一番身近な海だし江戸前江戸前ってい、ね、わ、うん、れる海があってどんな生き,生きざましてるのか、うん、本当に生き物たちはいるのかっていう疑問がずっとあったんですよかね、うん。それで、えー、まずじゃあお台場にちょっと入ってみようかなと思って、はい、でお台場に戻ったのが最初です東京湾と。 東京湾お台場っていうのはだってあきれいとかということよりもあの一口飲んだら命危ないよってぐらいのそこまで川の沿岸に工場がたくさん立ち並んでて、うん、そこからさまざまなものを薬品を垂れ流し状態でした、うんうん、隅田川を通ってお台場に流れる。 いう状況でしたからそのお台場で潜ったやっぱりやばいですよねもう顔をつけた瞬間痺れがすごかったですそうです唇、頬ビリビリってきてと顔を上げましたからところがなんかうごめくものがいるのでね何と思ったらあカニが何匹もそこで生息してるんですよねであとハゼがこう人の上に ひっくり返って、今、新型死んだ感じ。うん、あ,あハゼが死んでると思って、写真撮ろうと思ったら、もう。ヘドロから。あのアラ。アラムシロガイっていう小さな貝が。もう次々と現れまして。ハゼの内臓を食い始めるんですよ。もう、これ、ゾッとしましたね。サバンナのハイエナのような印象を受けましたね。だからね、死んでるなんて、とんでもない。うん なんかたくましい生き物たちだな、こんな中でと思って。こんな海にしてしまったのは我々人間だけれども。そんな中でもね、生きなくちゃいけない。なんて不憫な生き物たちだろうなと思うのと。たくましいな、人だからな。という気持ちが湧き上がってきましたね。誰一人そんなところに潜ろうなんて。考えもしなかったんですよね。それが、もう、僕のライフワークとなったんですよね。 で東京湾から始まって、はい、日本各地の海にも潜るはうちにだんだん海外も行くようになるんですけども、ええ、やはり日本の海っていうのはう太平洋側日本海側ってまた様子が違うし、うんまあ素敵なこの潮のに囲まれてるっていうかあのの海流に囲まれてるっていうかね親、うん、潮からく黒潮、はい 島暖流リマン海流さまざまな海流が日本列島をこう囲んでるわけですよ、うん、その影響たるやは計り知れないなと思って、うんうん、だから海岸線の長さっていうのは56番目に長いらしいけども日本は、うん、まあ小さい島,島国だけどもそけ、うん、まあレアス式に飛んでいるということと藻場とか干潟とかサンゴ礁とか岩礁地帯とかさまざまないろ、えー、んな景観があるじゃないですか。うんはい そこにに巧みに生生ききていいるる物たちがいるわけですよねだからそこに旬のものが生まれて何々食べたければそこへ行けばいいというか、うん、四季折々いろんな生き物がこう日本の海に誕生してくれるという、うん、これは世界のやない海だなと思ってますます日本の海を見直すようになりましたね。よくそういうういこととで言うとあの えー、サンゴがね、はいえー、絶滅したとかねサンゴ礁が消えていったとか、えー、そういう話もよく聞くんですけれども、はい、その辺はあの現実に中村さん海の中でねご覧になってると思うんですがこの点はどうですかまさにねサンゴ礁の、うんえー、衰退っていうかあ海がサンゴの海があれ始めたっていうのは沖縄復帰を契機に。うん がらっと様子が変わってきました沖縄が復帰する前から僕パスポート持ってよく沖縄の海撮影に出かけてました、はい、あの頃はサンゴを食う鬼人での存在が見たこともなかったですね、うんうん、あ鬼人では太陽の光が大嫌いなんですねだから夜行性なんですよ、はい、昼間はサンゴの奥奥岩の奥深くに隠れてるみたいですね、うん 今度復帰になってからやっぱり乱開発がかなり進んでしまってそれでまずあの山を切り刻んで道路ができたりえ海岸線にホテルが乱立したりで沖縄の土っていうのは粘土質であの赤茶色してるんですよねそれが速攻から雨一雨降ると全部海に流れ込んであの岸から沖合2 0 0ルぐらいまでが。 真っ赤な海になるんですよ<ー>それが数百メートルから数キロにわたって、うん、あの海岸沿いに広がるんですねだからよく雨の後は海が泣いているよって言われたもんですね、うん、それによってあの何が起きたかというとサンゴが土砂をかぶって呼吸できなくて窒息してしまったんですね、うん、サンゴは随分沿岸に浅いところに生息しますので、うん そこに流れた土砂がもう次から次と珊瑚の上を覆ってしまうんですよね。珊瑚が死ぬと。鬼一人が異常発生するんですね。うんうん、鬼一人は年間三十万五十万とる。五十万匹のあの卵を産むんです。うん、その卵は珊瑚が。いただいてたんです。動物プランクトンとして。うん、ところが。土砂で埋もれてしまった、ね。うん 赤ちゃんの鬼人手を食べる生き物がいなくなっちゃったんですそれであっという間に1年で今度残ってるサンゴ全部食い始めたんです、ね、うんそういうことでねうもう沖縄の海には足の踏み場もないぐらい鬼人手がうもう一面に広がって昼間から一 <laughs> 日三十万五十万匹取っても同じは飽,飽きませんでしたね当時でもこれは鬼人手が悪いわけでもなんでもない やっぱり卵開発の付けで生態系がのバランスが崩れてしまったんですよね、えーうん、僕は、まあ、若い頃ね二十代の頃からサンゴ礁の海に潜って沖縄の海によく潜ってますけども昔はね周り十三ンゴで怪我しばっかりしてましたサンゴで腕、うん、を切った足を切った、ね、<laughs> で、サンゴって厄介なものだなと思ったのが第一印象ですそれがもう 大変なことを僕は言ってたんだなと思って、うん、今思えばこのサンゴの恩恵っ,てったら大変なものでしょう。うん、サンゴの光合成してね、サンゴ自体が光合成するわけじゃないけども、うん、サンゴには植物プランクトンが住んでいますので、うん、それが光合成してくれるんだけども、うん、しかし僕が今まであ今こうしてお話できるのもあの海から教えてもらったことを自分で見たことを取ってきたこと。 今話しているだけであってそこにはもう何の誇張する人もなくて素直に伝えるだけでいいなと僕は思ってるんですよ、うん、だって宿料危機は絶対やってきますよ、うんね、なんでこんなに素晴らしい海に囲まれている日本人が、うんうん、魚介類を全部海外に頼らなくちゃいけないんですかってすっごく思うんですね、うん、今あの考えを改めて、うん、目の前にある 海をこれ以上汚さないように、うんえー、生活をちょっと気をつけていく、うん、というふうとちょっと考えてくれれば自然界というのはあっとといいう間に蘇ると僕は思います、うん、だからそういう、ま、環境変化には脆いけども、うん、こちらがねなんかこれ,これ以上海を汚しちゃいけないんだよねってことを考えてくれればあっという間にねそのんか恩恵がもたらしてくれる、うん、それが自然界だと思ってますので。うん 絶対そういう時が来るように僕は今からだいぶ前から僕は取り組んでますけども家でも、うん 私もふるさとの熊本の水俣の海もよみがえりましたからもう本当に今魚も豊かだしだから人間の手で汚した海もあの海そのものの回復力というか生命力生き物の力でよみがえらせることができるんですよね。のの僕秋田の あの、八郎潟が埋め立てられて、はい、あの大型村ができました。そこには田んぼの水を取り込むので、全部潰したわけじゃなくて、一部水系が残っています。残存湖っていう悲しい名前になりましたけども、うん、そこはね、海水が入ってきちゃ困るので、水門を作って。シャッター、うん、海水をシャットアウトしました。と、八郎潟は僕は子供の頃は。あの、玉砂利が引かれてると思った。 思っててたんですよ最初は砂利が引いてると思ったんです <laughs> ところが足の指でこうつまんでみたら大和、うん、しじみでした全部<ー>でっかいしじみ、まあ、それでもう大騒ぎ子供たちは <laughs> もうそれからもう桶でねガブンを持って <laughs> お土産に、ね、家持って帰るわけですよ <laughs> ところが八郎方が埋め立てられて全滅になりましたしじみが、うん、その後台風が来て水門がちょっと壊れたんですね、うん で、海水がちょっとだけ入ってきたんです。3日間だけ、うん、で3日後には修理が治って、うん、また改善閉じ込められました。その3日だけでしじみが枠にはいた。まあ、すごい。この海の力、うんね、潮の力、まざまざと見せつけられましたね。で、今僕は秋田でひじみを読まやらせようという。うん、そういう運動があってその一員ですけども。うんうん 微 <laughs> 力ながらなんか頑張っていく行こうと思ってますけどもうあのシしメはやっぱり取り戻したいだから海の力自然の浄化能力、うん、自浄作用っていうのはすごいものがあるなと僕は思ってますさあそれでは最後にもう一曲お届けしようと思いますが、はい、ここは中村幸男さんのお好きな一曲ということで <laughs> リクエストしていただきましょう <laughs> 何にしましょういやあのどうですかおい中村君ってやったら知ってます <laughs> <laughs> 昭和の世代ですから <laughs> 僕この歌実はとっても苦手だったんですけども <laughs> か今日聞きたたくなりまし中学の時に東京から、あのー、一人の,あの女学生が<お>の転校になりまして <laughs>、うん、やっぱり都会の子は違うな <laughs> なんかおしゃれだなとかねいろんなこと憧れがあったんだけども <laughs>、うん、<laughs> 途中からねその子がね <laughs>、うん 多い中村君って僕をからかうようになるんですよ。<laughs> 何度もからかうて<え>るうちにね。うん、その憧れの気持ちがだんだん据えてきましたね。うん、僕は。わかりました。そんなちょっと甘酸っぱい記憶とともにお聞きいただきましょう。若原一郎さんです。大井中村君 今日は水中写真家中村育夫がファインダー越しに見た昭和と題して。うん、水中写真家の中村育夫さんにお話を伺ってまいりました。あの、まあ、最後になりますけれども。うんはい、このお仕事を続けてこられて、もう最も衝撃を受けた美しい被写体。はは教えていただけますか。あ、それはね。はい。最初に潜ったお。お台場の東京湾ですね。うん そこでわ何これこんなところに住めるのか」という薬品だらけだったけどもカニが何匹かいまして近づいたらピョンと泳いでそれでで僕にてて向かってきたんですよそれが十数匹も<え>その写真をああのアップで撮って翌日現像してみたら全部お腹にヘドロまみれの卵がいたんですね<ー>抱えてたんですよ。 母性本能でねうわのすごいと思ったんですねそれで3日後にもう一回潜ったんですそしたら1匹もっってこないないんんででと思ったんですそれどころかシャンと岩の上に立って卵を僕の方に自慢するように見て見てって感じでそれではるか水面の方を優しい眼差しで見てんですね。襲ってきたたは怖い見つけでした あれ見て、あのカニたちはわずかあの三日もかかってないですよな。あの僕が潜って何もしなかったから、こ,この人は大丈夫ってもう学習してたんだと思います。だから二回目の人間現れるなんだけども、それでもああいつだって感じで襲ってこなかったっというしか思えないですね。小魚でも大きな生き物でも。 学習能力はすごいですね。うんうん、だから今ふっと思い出すとやっぱりあのカニ、うん、イソガニっていうカニの母性本能には、うん、本当に驚かされました。学びたいことはもう山のように,にお話として伺いました。<laughs> はい、ありがとうございました。ではここで中村育夫さんのインタビューが掲載されている一冊をご紹介します。一日一話読めば心が熱くなる三百六十五人の生き方の教科書というご本です。 様々な世界の第一線で活躍されている365人の皆さんへのインタビューで構成された一冊です父出版社から定価2585円で販売中ですお近くの書店インターネットの書籍販売サイトでお買い求めくださいというわけでここで中村幸男さんに番組からプレゼントがございますお口の健康から全身の健康を考えるサンスターより 歯茎細胞に侵入する歯周病菌をブロックして歯周病を予防するガムウェルプラスのオーラルケアセットを差し上げます健やかな体でこれからも元気に充実した毎日をお過ごしいただくためにぜひお試しくださいこちらでございますありがとうございます今日本当に興味深いお話を伺いましたありがとうございましたこちらこそありがとうございました続いてはサンスターちょっと気になる健康の話お医者さんに行くほどではないけれど ちょっと聞きたい健康のお悩みそんな悩みを皆さんからお寄せいただき専門家に答えを伺うコーナーです9月の担当は川崎医科大学講師でサンスター金田博研究助成基金の2016年度の受給者木村智彦先生糖尿病代謝内分泌内科学がご専門です木村先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはい 今月は病気に関する素朴な疑問を取り上げますでは宮崎さん今日のお便りご紹介くださいはい大阪府にお住まいのラジオネーム蛍袋さんありがとうございます生活習慣病に自分自身が気づく症状ってあるのですか、うん、症状があまりないために日常生活で困ることも少なくて、うん、ついつい見逃してしまうこともあります どのような症状が出たときにお医者様に行けば良いのでしょうか気にされる方多いと思うんですが先生いかがですかはい、えー、生活習慣病ですが文字通り生活習慣が原因の一つとなって起きる病気の総称ですはい。新型糖尿病高血圧症脂質異常症などがこれに当てはまりますけれども生活習慣病はガンですとか脳血管疾患心臓病の引き金にもなりますので、うん、注意をしないといけません あのよく検診で、ね、初めて分かったという方も、ね、いますすよねねそうです、ね、あのいつの間にか発症そして進行していく病気なんです、うん、あのお便りにもありましたけれどもどののような症状が出たにに病院に行けばよいのか、はい、本来であれば症状が出てからでは遅いのですけれども、うん、例えばまあ症状として挙げるのであれば糖尿病ですと喉の渇き体重の減少それから倦怠感というものがあります。 高血圧ですす。とふらつきなどがあります、うん、この生活習慣病一昔前まで成人病と言われておりましたけれども実は生活習慣を正すことで予防ができるということが明らかになってきました、うん、また子どもでも発症するケースがあるため名称が変わりました、まあ、一つの目安としましてはまあ先生私たちが日常生活を送っている中に生たちが日常生活を送っている中に、 その原因があるわけですよねその通りです特にコロナ禍で見直してほしい項目がいくつかありますそれは食事、運動、ストレスそれから喫煙や飲酒、睡眠などですつまりはバランスの取れた食事、適度な運動ストレスを溜め込まないことタバコも生活習慣病との因果関係は強くまあ百害あって一理なしというふうに言われておりますあやっぱりそうなんですね それから、節度のある飲酒そして十分な睡眠がとれているかなど、まあ、難しいですけれどもいずれもとても大切ですそしてこれは自分だけのことではなく家族の健康にも大ききく関わっていきます。両親の生活習慣というものは子どもにそのまま引き継がれる可能性がありますし例えば夜中にお父さんやお母さんがジャンクフードを食べていたら子どももそれでいいんだというふうに考えてしまいますよね。<laughs> ええ 欧米でも子どもの糖尿病が増加している例を見ますと日本でも家庭での食育や生活習慣がとても大切だということがわかります、うん、子どものうちから規則正しい生活習慣を身につけるまあこのことが一番の予防になるというわけですねその通りですそして大人になったら定期的な検査をぜひともお忘れなくということです、うんはい、木村先生ありがとうございましたありがとうございました,ました大阪府にお住まいの ホタルブクロさんいかがでしたかまず一度検査を受けてみてください専門家にちょっと健康の悩みを聞いてほしいという方はどんなに小さなことでも構いません番組までお寄せください採用させていただいた方には記念品を差し上げます今日のお話は番組のホームページでもご紹介しています詳しく知りたい方は糖尿病予防 クラブサンスターで検索してくださいサンスターちょっと気になる健康の話でしたお別れの時間が近づいてまいりました今日は水中写真家中村郁夫がファインダー越しに見た昭和と題して 水中中写真家の第一人者中村育夫さんにお話を伺いました、まあ、昭和の時代のような美しい海を守ることも考えていかないと次の世代どう残していくか考えていかないといけないとということですよ、ねはい、まあそれにしても、うん、なんだかこうキラキラと少年のような、うん、それこそ好奇心と<ー>うん行動力と。うん 人間あの年齢じゃないんだなってことを、ね、とても感じました。いやもう本当それは間近でお話を伺っていて、ええ、あのたくましい体つきというかね、で色に焼けてましたよね。そうですね。七十七歳。もう全然そんなこと考えられないくらい。いやー <laughs> 頑張んなきゃって気になりました。<laughs> そうですね,ね。さあ次回は昭和を代表する漫画家赤塚不二夫さんのお嬢さん。 赤塚理由子さんをお迎えしてお話を伺ってまいります昭和の子供はみんな赤塚さんの漫画で楽し、うんうん、やなりました、ね、大きくなりましたよねシェーですもんね <laughs> 毎週あの漫画を買うのは楽しみでした、はい、はい。さあこの番組ではホームページインスタグラムツイッターに加えフェイスブックでもいろいろな情報を発信しています宮崎さんのインスタグラムでもスタジオ収録中の写真などを載せていますツイッターでは ハッシュタグ昭和の話でぜひ感想などつぶやいてくださいまた YouTube でも番組をお聞きいただくことができますラジオで語る昭和の話でぜひチェックしてみてくださいそしてサンスターはウェブマガジンニューノーマルニューケアで新しい生活様式に必要な人と地球の未来の健康に役立つさまざまな情報を定期的に発信中です サンスターニューノーマルで検索して、ぜひお役立てください。ラジオで語る昭和の話、お相手は宮崎義子と石澤のりおでした。 サンスター文化の泉ラジオで語る昭和の話この番組はサンスターの提供でお送りしました